はい、今日ははい、ちょっとね、うん、グッズで私たち作りたいになったんだよね。あった。本当は T シャツ作りたかった、うん、ね。でもちょっと、うん、今回難しいかなっていうことで、うん、なんか作るんでしょ、自分たちの分だけ。そうというわけでさ、うん、やっぱり手軽にできるといえば、うん、アイロンプリントじゃないですか。イエーイ。じゃあそれに挑戦。あ、洗濯もできちゃうの。まずここに、うん、プリントしてくれてました。わあ、こういう座り心地なんだ。あー、へえ。そう、ちょっとザラザラした、うん、じゃんね。これ反転させてますね、それをペタッとやるので、うん、うんうん、これと、そう、これと、ギャこれ、はい、すごいね、それ、さとちゃんが着てたらさとちゃん2人みたいいいねT シャツは、もともと私たちこういう色がいいよねって言ってた。白、あいよ、おお、白、あ、いいね。そう、あいよ、読まなきゃダメか。アイロン台、T シャツを用意します。うん、注意、一度貼ると剥がせません。いきます。いいかな、いい、うん、いいよいいよ、うん、T シャツ切らないように、うん、どこに、どこ真ん中でお願いしますよ。真ん中でこの辺ってことよね。昨日聞いた話によるとね、うん、3ミリずれると人間の目っていうのはね、すごいずれてるように感じるって。なんだってどう。あ、でもいいんじゃない、上すぎる、いいよね。うん、こんな感じかな。そうね、まず軽く、うんうん、仮止めだって、うん、痛いと思います。お願いします。両手で体重をかけて上から強く押さえつけるように、うん、しっかりアイロンを押し当てましたって。1、2、3、4、5 1、2、3、4、5 1、2、3、4、5。本当に部活みたいになってきた。1、2、3、4、5。どうなの、いけてんの。冷めるのを待ってからだって。もう2枚目で慣れたもんでしょ。もう慣れてる、うんね、これみんな欲しいとか言ったらどうする。みんな欲しいって言ったら、うん、この転写のやつを、うん、販売、こっちは紙紙を販売するってこと。1、2、3、4、5 1、2、3、4、5。はい、剥がしてみますか。先に剥がして、うん、仕上げの紙を貼って、うん、もう一回かけるって書いてあるから、うん、あれ、できてないかもしれない。くっついてない気がする。じゃあもうちょっともう一回行きましょうか、うん、よいしょ。なんか OK になったら色が変わるとかあったらいいね。ねえあ、こっちはいけてる感じがする。わー、わー、おー、ツルツルの下面を下にとか、こっちとツルツルだね、うんうん、なるほどなるほど。あなたにとってアイロンプリントとは何ですか。何ですかね、これは生き様ですかねおーそれー、うわー熱くなってまいりました。くっついてる、もうくっついてる、うん、あーららららららら、まあまあ綺麗に、あーできたー、うん、やっぱ端っこがあれですか、うん、
麗ね。うん、あ、いいじゃん。ん、ここはなんだ、ちょっと空気入ってる、空気入ってんのかな、これなんだろう、しまった、あ、しまった、ん、しまった、逆だった、うわあ、あ、どうしよう、うまいことこれに。すごい、最悪、すごい、取れますね、取れますね、取れますね、もう一度これを T シャツを白い T シャツに戻したいと思います。さあ、気を取り直しですね。幸い3枚入りだったので、そういうことだったんだね、1枚、そういうことで3枚そう、なんか今日は、うん、乙女座が、うん、乙女座が11、あ、これじゃ何座だっけか、牡牛座です、そうそう、牡牛座が12でした、ガーン。乙女座と牡牛座ってさ、大体、うん、一緒の運勢なんだよね、補い合えない、いつもそうだよね、いつも大体同じ、うん、1位、2位か、11位と12位か、ね、うん、そうだよ、たまに1位と12位の時があって、そう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 、たまにある、それ、そう、だからそういう星回りの日なんだなっていう、うん、なるほど、まあそれはね、間違いようがないから、そこは高さっていう可能性がありますから、そんなトラップがあってか。これ T シャツ自体の前後ろ大丈夫ですか？大丈夫です。背中にプリントされてます、そうそうそう、伸ばしちゃいます、おお、おお、ぴったりくっついてる、おお、すごい綺麗にくっついてるよ、いいじゃん、一枚完成、あ、いいいいいい、いいね、うん、これ、あいこちゃんスタッフ、そうね、スタッフ T シャツで、 T シャツとして私だけが着ている。おどうしたんですか？え、なんでもないよ、あれ、ちょっと、あ、これは味の、味出してみたのかな、うん、味出してみた、うん、ツルツルじゃなかったからさ、どうでしょうか、めっちゃ綺麗にくっついてる、あー、ちょっとここだけが欲しい、でも大丈夫、2枚目も完成、やったー、かわいい、これを着るか着ないかお楽しみに、お楽しみに。